ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は格安スマホ向けのカードリーダーや USB ハブをご紹介します。今市場に出回っているミドルレンジやハイエンドモデルのスマートフォンというのはタイプ C の端子を搭載しているため、カードリーダーや USB ハブなどタイプ C 対応の製品が結構出回っているので選択肢にあまり困ることはないんですが、格安 SIM をお使いの方の場合、端子がマイクロ B のままですので、意外と選択肢が少なくなってきています。そこで今回は、マイクロ B 端子を搭載した格安スマホでも使えるようなカードリーダーや USB ハブをご紹介します。まず一番最初にご紹介するのが、最も手っ取り早い方法で、マイクロ B とタイプ A の変換ケーブルも兼ねた OTG ケーブルを利用する方法です。今画面に表示しているのがそのケーブルで、片側がマイクロ B 端子、もう片方がミスの USB-A 端子となっています。マイクロ B の方をスマートフォンに挿して、もう片方にパソコンでも使っているような一般的なカードリーダーや USB ハブを差し込むことで、スマホでも同様のことができるようになります。すでにパソコン向けにカードリーダーや USB ハブをお持ちの方の場合は、この OTG ケーブル1本買うだけで済ませることができるということで、コスパ的にも一番優れている方法です。今画面に表示しているのが、Ugreen のカードリーダーと USB 3.0 のハブを兼ね備えた製品です。先ほどの OTG ケーブルの先にこのような製品を差し込むことで、カードリーダーと USB ハブの両方を使うことができるようになります。特にこちらの Ugreen の製品は USB ハブにカードリーダーも兼ね備えていますので、特におすすめの商品となっています。いちいち間に OTG ケーブルを差し込みたくないという方の場合は、最初からマイクロ B 端子を備えたカードリーダーなどが販売されています。まず一つ目がこちらのカードリーダーです。KW モバイルの 3-in-1 という製品で、片側がマイクロ B 端子になっていて、そのままスマホに差し込むことができるほか、もう片方は USB の A 端子、それからカードリーダーは通常サイズとマイクロサイズのカードリーダーが搭載されています。この製品の場合だと USB の A 端子は一つだけにはなってしまいますが、そもそもたくさんの機器をスマホに接続する必要がないという方は、このような製品を使った方がコンパクトに収まっていいと思います。もっと USB-A 端子が欲しいという方にとっては、こちらの製品もおすすめです。これはエレコムの製品で、型番が MRS-MVH10BK という製品になります。こちらの製品ですと、SD カードスロットやマイクロ SD カードスロットの他に、USB の A 端子が前後で3つ搭載されています。マウスやキーボードなど USB の A 端子を搭載した機器をスマホに接続したいという方にとっては、こちらの製品の方が A 端子をたくさん搭載していますのでおすすめです。またこの製品にはマイクロ B の端子を A に変換する変換アダプターも搭載されています。ですのでスマホだけではなくて、ノート PC やデスクトップ PC のような普通の PC と一緒に使うことも可能になっています。最近はタイプ C のスマートフォンが増えてきて、マイクロ B 端子を搭載した格安 SIM と一緒に使えるカードリーダーなど選択肢が少なくなってきているのが現状です。格安 SIM をお使いの方の中で使いたいカードリーダーがなかなか見つからなかったという方は、今回ご紹介したような製品を検討されてはいかがでしょうか。なお今回紹介した製品の販売店のリンクはこの動画の概要欄の方に掲載しておきます。価格などの詳細が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。